乗車ありがとうございます。このバスは京橋先堀清水経由乙女電池行きです。次は中央山頂までございます。レストランシーナルです。ランチ、ディナー、各種宴会もお任せください。お問い合わせは稚内サンホテルへ。次は中央山頂までございます。次は中央4丁目稚内市立病院のこちらです。緑2丁目の三輪新旧接骨院では交通事故治療をはじめお体の悩みを解決いたします。お気軽に73-6210までお問い合わせください。体のご不自由な方やお年寄りの方が立っておられましたら席をお譲りくださいますようお願いします。次は中央5丁目蓮華堂中央大場ファミリーホール前、定期券ははっきりお見せください。小銭をご用意願います。バスの直前直後の横断は危険ですからやめましょう。次は中央5丁目でございます。次は港2丁目でございます。働いても働いても残業代ゼロ、パワハラがひどい、そんなお悩みは労働組合連合労働相談ダイヤル0120-154-052、行こうよ連合に。バス運行中やむなく急ブレーキを使用することがありますのでご注意願います。次は港2丁目でございます。
します。ご注意ください。海外にお困りなら、稚内海外2枚取扱代理店はこちらです。平和を仕事にする自衛隊、陸海空自衛官募集についてのお問い合わせは、自衛隊稚内地域事務所、電話232721まで。次は大黒4丁目でございます。グループホームあったか大黒館およびマイホーム資金は新金の住宅ローン我が家をご利用ください。新金東支店はこちらです。次は塩見1丁目でございます。やむなく急ブレーキを使用することがありますのでご注意願います。稚内市内から交通事故をなくしましょう。老いの手に愛の手そっと交差点。この交通標語は中央5丁目天下堂中央最上ファミリーホールからのお願いです。次は塩見3丁目でございます。
潮見五丁目、潮見五丁目でございます。ご注意ください。2327211まで。次は浜那須1丁目でございます。次止まります。発車します。ご注意ください。
発車します。ご注意ください。ご注意ください。次は小江戸一曲前、小江戸一曲前でございます。次、止まります。ご注意ください。次は小江戸井橋、降りの方はブザーでお知らせいたします。次は小江戸井橋、
これといばってございます。次止まります。発車します。ご注意ください。次は小江戸。このバスは東谷崎、折り渋谷経由、音威別府行きです。次は小江戸でございます。次止まります。発車します。ご注意ください。次は自動車学校前。このバスは東谷崎、折渋経由、音威別府行きです。次は自動車学校前でございます。
富見と南口、車の直前直後の横断は危険ですからやめましょう。次は富見と南口でございます。ご注意ください。次は富見戸橋。次は富見戸橋でございます。
台へお越しの方は宗谷岬までご乗車願います。次は宗谷でございます。次止まります。ご注意ください。
北の土産店柿は屋および毎年4月中頃から11月中頃まで営業中、ラーメン専門のマニア堂がこちらです。次は高野岬でございます。次止まります。すごい景色。